まーちゃん。はい。渋い汁作ったんだけどさ、ちょっと味見してもらっていい？うん。味見させてください。どうかな？おいしいわ。本当？いい？うん。なんか足りないものとかない？いいよ。上等です。大丈夫？しいね。じゃあこれで、はい、いいね。うん。いいです。今日はたっぷり生姜入れてあるからね。うん。温まるよ。あんたの生姜いいの？何、うん、あんたの生姜って？あんたの生姜合いますか？生姜好きだよ。え？うん。生姜。何か好かんかったかね。え？そう？誰だったかな。ネギ入れた方がいいかもね。ネギ入れたよ。ほら。あ、本当だ。こんな美味しそう。嬉しいな。柏はちょっとまだ硬いからな。あんた昨日のね、紺色がとってもいいな。紺色？紺色着とったよ、昨日。香り？そうだっけ？紺色着てた？うん。紺色の何？ T シャツ。半袖の。うん。あ、そう。着てたっけ？着とった。気がつかないわ。ばあちゃんよく見てるね。ねえ。見るよ。ばあちゃんは。すごいからね。ばあちゃんそういう、あの、服装のね、うん、好きかも。着てた本人忘れてるよ。人。服装についてとっても厳しいです。うん、本当だね。ちょっとそれは、うちのお父さんのあの、割烹着ドレスとってもいいですね。割烹着ドレス、うん、エプロンドレス、エプロンドレス、エプロンだよ。そのキレが残っとったらまたのあなかがね、これこういうのだから縫いに行くんじゃない？パパイヤの漬物もあるけど、うん、本当に何でもですよね。パパイヤの漬物ね、うん、作ったから入れようね。うん、梅干しも入れるかじゃ。うん、ちょうだい梅干しもね。おいしそうだ。アサヒさんの手のお若い人の手の綺麗ことね。あ、お梅干し、おいしそうなお梅干し。うん、いただきます。あ、渋が美味しい。あ、よかった。ゆーちゃん先生だったね、前の朝のドラマね。渋い渋い美味しいです。堀北真希さんのね。うん、ねえ、うん、美味しいね。味が決まってる、ね、すごく美味しい。うん、ベリーグー。今シューブイが安くでいっぱいあるからありがたい。とっても美味しい。昔は高かったよ、もうちょっと前が。季節じゃないから。今あるけど作ってなくてじゃない、あんまり。え？そんなにたくさんの人が。このお寺で一株から24個だけ大騒ぎだった。24個も？それだったらラッキーだね。結構できやすいのね。美味しそう。渋い。うーん。すごいね。うん。お父さんこれ美味しいよ。
とっても美味しい。